はいどうもエテボンゲです。よろしくお願いします。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2、超やってきます。はい、まあね、これがラストになるかな、最後のパートになるかもしれない。ちょうどねこのパートで終われば10でね、パート10で完結できるんで、非常にね、非常に効率って、効率じゃなくて何きっちりしてていいよねっていう10ってなんかぴったししてて気持ちがいいよねっていう話ね。はい、今日はもう最後まで今から突っ走ります。所要時間まあ30分40分ぐらいかなと見てます。まずは前回どこまでやったんっけ、サージか、サージ倒してって感じだったね。なんで今回はここ最後のね試練、最後の試練を受けます。まあ最後の相手はねこいつです。ドン・マグーラです。あとスラキャンサーね。まあここはね難なくクリアできると思います。ちょっと不安なのが若干レベルが低いかなってのがあるんで、もしかしたらちょっと様子見てラストダンジョン入る前にメタルチケットまだ余ってるんで、その分使って底上げしてから行こうかなとも考えています。今念にはね、念をやられ負けることはないと思うんだけどね。まあちょっとスキルの面でボーンナイトがまあ HP 回復持ってて、回復役とこうサポーターを任してるんだけど、いかんせん MP が少なくて、できればねベホマまでねしたかったんだけど、ベホマにしてもまあ回復のコツも持ってないわけだし、まあ MP すぐ切れちゃうよなっていう感じなんですよね。なんでまあスキルに関しては、まあ、レベル上げても大して変わらないかなって感じですね今は。なんで、まあ、ステータスの底上げかな。まあそのラスボスがね、まずはここを倒そう。まずはね、作戦はまあこのまんまでいいね。 GO! あ、余裕ですね、余裕です。250なんで2発、4発、5発ぐらいで終わります。5発。あ、バイキ込みのね、バイキ込みだから、カブト小僧が3ターン4ターン動ければ終わります。いい火力出してくるな。ちょっと待ってくれ。め、作戦変更だ。いやー、これは参った。まあ光の波動を持ってるのがね、光の波動を持ってるのがスライムタワーなもんで、もしかしたらボーンナイトを不採用にしてタワーを採用するかもしれない。やめて！バカ！ちょ、シップ外すな！ちょ、いつまで混乱してるの君は。マジで。ちょっとまずいっすね。ちょっと
ちょっとまずいっすねこれね。一回一回飛行船戻らせてもらってもいいですかね。で、あーちょっと待ってくれ。じじい！まあまあまあ、一旦負けようよ。うん。一旦負ける。いや、もしかしたら、カブト小僧が余裕で耐えれるかもしれない。30、60。耐えませんね。あ、やけど、耐えませんね、これね。うん。回復したけれども、もう守りの切り入れられるともうそれはまあまあ、けど3匹揃ってりゃ大丈夫ですわ。で、控えもね、控えちょっと君たちてか控え出せたのこれ。これ控え出せるシステムあったのこれ。ずっとメインだけでなんとかするっていう話じゃなかったのこれって。これ別に控え込みの話だったん。そうなんだよ、こいつがねベホマラーとか持ってるからね。けどサポートのちょっと考えよう。一回これ負けまして、くっつけてもらうか。このスライムタワーとボンナイトをくっつけてもらうか。でメタチケットあるから、それでレベル上げして粘る。いや、諦めるなよ、最後まで諦めるな。自害は素な、決してやめるなよ。ベホマラーを、お前はベホマラーを撃つ機械だ。おう、じりじりと与えとる。諦めるな。そんなやつに育てた覚えはないぞ俺は。こんな諦めちゃうような、早々に諦めちゃうような。それでいい。スライム切り、そうだ、それでいい。時間かけて尺使ってしっかり戦え。尺使って全滅したらマジでブチ切れるからな、てめえ。こいつ即死せえ。今回初のちょっと全滅をしてしまったということでね、最初からやり直そうかなと思います今から。さすがによ。ちょっと待って、ちょっと背後見せてね。背後、やっぱりね、普通にギガンテス作ってた方が良かったね。ウンテス作って、バーソーそう。まあまあ、けどサポートしてもらって回復でこっちに回すっていう使い方もできるしね、そもそもね。うん、そうだよね、そういうことな。
よし。もう一回いきまーす。だからメンバー的に言ったら、こうしといた方がいいかもしれない。最初は んでサポート終わり次第だけど、サポートちょっと考え中、考え中です。危うくなってからまあまあ、スラキャンサーに関してはもうここで倒せるんで、あ、何の問題もないんですが、まああとはね、ラスボスに関しては道具とかも、全然使えるんで、そこら辺はね抜かりなくやっていきますよ。 GJ もう倒した判定になってるよな、お前はな、お前はもういいよな。おい、分かった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 、最初からな、最初からやんねんな、分かった。さっきの段取りでいくと、まずはバイキルと決めてく、命大事にノブノブ、バイキルトかけてナイス。はい、ここでもう下げちゃおう、下げちゃおう、下げちゃう。命令できればね。でスライムタワーには光の波動とか全体回復あるんで、ホイミもあるんで、よし。そう、カーブと構造にね、とにかくバイキルド入れる、それだけは本当完璧だ。てかこれ本当入れ替えってあれかな、ランク戦の時からできたのかなこれ。それ知らなんだよ、ここに来て知らなんだ、なんだが、むっせっせハゲ。はい、よし、はい、ここですね。で、ボーンナイト戻します。ボーンナイト戻してバイキルト打ってもらって、できればねスクルトとかも入れてほしいんだけど、この時代個別にね作戦の命令したりできないから、そこがね、次何、ちょっと待って、ちょっと虫が飛んでて、あっムカつく、虫、ちょっと虫が飛んでる。自由に回復するんでこっちに変えて、よし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 、どっか行っちゃったわ。ザシザシ、デホマラ撃てよ、デホマラ撃ってよ、打ってよ、よし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 、いいよ、
いいよ。大丈夫、いける、耐えれるでしょう。耐えないでしょう、耐えないでしょう。んー、じゃあ大丈夫、これでいける。よしベホイミベホマラ、完璧。守りの姿勢、そしてカブトゴゴで決める。魔王の使いいらないかもしれない、やっぱり。やっぱやっぱりうちのパーティーの足手まといはあいつかもしれない。ちょめちょめのちょめいかもしれない。でバイシオンはいらないから、ここはもう回復上げていく。はい、とりあえずね、これで、ラストダンジョンのね、遺跡地下、に行けるようになりました。ちょっとパート区切りたくないぞ、ほんと 10で終わらしたいぞ。いつ本当だったらもうここでちょっと時間かかっちゃったんで、一旦区切って、はい、ご視聴ありがとうございましたとか言うんだけど、もう続行します。10で、もう今何分経ってるかとかもう見ない、だいたい20分ちょいぐらいかな、今見てないけど多分20分経ったか経ってないかぐらいだと思う。で一回どうする、戻るか、飛行船。戻りません。突っ走るぜ。でそのラスボスなんだけど、まあ、ラスボスは邪神レオソードというね、魔物がラスボスなんだけれども、まあそいつがそのジゴスパークを打ってきて、それがなかなか痛いんで、それがねどんぐらいなもんか、どんぐらい持ってかれるのか次第ではちょっとパート10で終わらないかもしれない。今回で終われないかもしれない、終われないかもしれない、うん、だからね、その魔封じじゃなくて魔力がね、魔法耐性が上がるアイテムとかも買ってきてるんで、でバイキルトンも何個か買ってきて、そこら辺はちゃんと準備しております。で種とかもね、全部使いました。ちょっとだけ残ってたんで、よし、ノーエンカウント走行できます。で途中ね、ハグメタがいるよね、確かハグレメタルさんがいたはずなのだが、できれば殺したい。あぶれ。ここの頂点あたりにいたはず。いた。よし、ふいをつけない。ちょっと周りのやつらが怖いんで、ここで本当逃げなかったらマジで倒せるんだけどな。ふん
で、はぐれメタルとかもね、一定の攻撃力を超えると普通に攻撃が通るようになるんで、よし、まあそれ500とか400とかなんだけどね。倒せる。これはもう完全にもらった。大丈夫だよね。よし。うわあ、よかった、よかった、よかった。どうする？こいつに経験値与えるか、まあ、与えようか。与えよう。倍機さえ入ればね、強いからね、言うて。よし、うめえ、一番うめえ、うますぎうちとしや。間に合うかな、聖魔山まで。間に合わんな、これ。これ聖魔山たどり着かないな、これ。農園か、ちょっと道間違えた。バイキルミン補充して、あー、これ1回で逃げれたらエンカウントしてなかったことにする。これ1回で逃げれたらエンカウントしてなかった判定になります。おめでとうございます。あぶねえ、もうちょっとでエンカウントするとこだった。あぶねえ。アブさんだわ。アブさん、ナムさんだわ。アブさんで思い出したけど、アブさん引退騒動なんかあったらしいね、最近。まあ、あの加藤純一のライバル、純ちゃんのライバルのアブ。俺純一、加藤純一派だから、ちょっとアブちょっと無理だわ。純ちゃん派なんだよ。うんこちゃん派なんで、ちょっとアブさんはナムさんだわ。クン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 、アブさん、ナムさん、トゥンク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 ン。結局戻ってきたね。なんかね、広告がちょっとその話しようか。もう今走るだけなんでね。なんか広告がつかなくなったんでやめますみたいな感じの話だったよね、確か。はっ、まあまあね、だってすごいでしょ、登録者数とか100万とか超えててさ。で、だから収益とかもすごいんだろうね。で、それがさ、広告つかなく剥がされちゃってさ、一個もつかなくなっててもなったら、多分それで食ってるんだろうしね、普通にそれで生活してるんだろうけどさ。まあ頑張れや、土底編の実況者が言うてます。まあ頑張れや、アブ。お前の気持ちは、アブ、わかるよ、アブ。アブ、俺と一緒にハードス打てないか、アブ。もうここも懐かしいな。昔ほんとここ通りまくったからね、ここだって。光あふれる地行くのに、ここって通らなきゃいけなかったっけ。とここはショートカットできたっけな。とにかくレベル上げが光あふれる地っていうのがあって、そこに行くまでのダンジョンってのが一つ存在するんだけど、まあさすがにもうね、それのあれは忘れちゃったんだけど、
ルールがあるの、ルールが。何属性ならどこみたいなルールがちゃんとあって。なんで当たらない阿部さん、ナムさん回り込まれる。アルさん、ナムさん、一応回復する場所はね、あ、うわ、ギガントヒルズとかマジで欲しい。ここギガントヒルズ捕まえてさ、何かしらと何かしらと何かしらをさするとギガントドラゴンとかさ、その鬼コンボ、鬼コンボとかできるわけよ。鬼コンボとか、鬼コンボがほんと強かった。鬼コンボマジで好きだったわ。オニコン好きだった。オニコンみんな使ってたもんな。けど J3 から J3 とかであんま使われてなかったよね。あれも確かでかくなったよね。でかくなった、でかくなっちゃったやつだよね確か。結局だけどやっぱその S サイズ、ワンサイズのやつがロマンだよね。まあ、でけえのもいいんだけど、小さくてパワフル、まさにエテポンゲのような、そういった存在。誰がチビじゃ。ケン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 。はい、とといこう。もうすぐね、もうすぐ到着しますので、ここでね、ギガンテス、プロフェッショナル版だとバルザックがテクテクと歩いております。歩いております。ナチエ、このこれ何なんだろうね、このぐるぐる回ってるやつね。いまだにわからん、この壁のやつがいまだにわからん。何なんやろ、何を回してんだろうな、ほんと。何だろう、オムドロレスのなんか意識してんのかな、歯車のあれがっていう。だとすると実に面白い。まああと、もう1フロアでおしまいでーす。ラスボスでーす。今40分ぐらい経ってるかな、40分ぐらい。多分今回のー、本当はソードファントムとかもね、不意をついたのならば戦おう、殺そう、国政。今何の話してた今、何の話してた、あれ忘れちゃった。ソードファントム、ソードファントムもこれめっちゃいい素材でさ、いい魔物ができるんよな。ぼちぼち強いね、ぼちぼち強いね。やっぱラストダンジョンのエネミーは、エネミー、おまんまの時間だ、ガキは帰りな。間に合った、よし。あと守備上げとくか、底上げ。あ、もうこの一戦も計算。ちょっと待って、あ、生き返ってる、生き返ってる、よかったよかった。この計算も、このハグレメタルも全部、あれですんで、計算されたやつなんで、はい。で、初手は、不意をついたので、初手、シップ突きする必要ないんで、攻撃します。2入るからね、たまに。シップ突きになるとね、1しか入らないんでね。
あーちょ倒さないでほしい。蚊柱に経験値与える必要がない。すいません。よし。いけ。で最近さ、ちょくちょくさ、そのモンストやってたんだけどさ、最近さちょっとモンストより面白いさアプリ見つけちゃってさ、めちゃくちゃそっちやりやってるんだよね。めっちゃやってるんだよね。そっち知りたいでしょ。今手がバチボコにハマってる、バチボコにハマってる激おもろの、激おもろのアプリケーション知りたいでしょ。もうバチバチのやつよ。バチバチの殴り合いの戦争のやつ。バチバチの。血とか出てバチバチのやつね。ほんと。めちゃくちゃ面白い。ほんと PUBG ぐらい面白いやつ。神ゲー。神ゲー。その名もファンタジーライフオンライン。マジで楽しいあれ。マジで楽しい。その今、ビレッジって言ってさ、家とか建てれるんだけどさ、いろいろ建てて、火事とかしてね、作ってんねん。ノコギリとか、剣とか作ってんねん。めっちゃ面白い。バチバチ面白いゲーム。ほんとこれ、おすすめね。だから、ちょっと今もう、スタミナ回復してんじゃないかなって。思ってちょっと焦ったら今スタミナ消費したいし。はい、てなわけでね、うん、てなわけでラストダンジョンです。ラストダンジョンです。もうここはセーブなんかする必要はありません。勝つんで。エテの邪神レオソードの攻略待ってる人たちがいるんでね。まあ男はね黙ってセーブなんて書かない。男ならね、いざないルーラもね、開けない。それはマジで、保険は大事だ。保険は大事。何をするにしてもね、うん。やっぱり、リスクを回避。リスクをどれだけ小さくするか。リスクを潰していくっていうことが人生。はい、これが、レオソード。邪神レオソード。まあ本当はこんな色じゃないんだけど、そのなんかあって呪われたというか、なんか悪のパワーが満ちちゃったみたいな、確かそんな感じだったはずです。で、あ、じゃあ魂が抜けちゃってんのかな。魂が抜けちゃってて、本当の魂はずっといたこいつに入ってるわけよ。こいつがレオソードさんなわけで、うん、まあ今なんかモーモの中に入ってる、うん、わけあって、それもこれも全部ね、まあオムドロレスっていうね、裏ボスがいてね、そいつの影響というか、確かそういう話だったはず。オムドロレスだよね、確かオムドロレスだよね、そうだよね。ヒヒュドラードは違うよね。ヒヒュドラードは、あれ？ヒヒュドラードは違う？ちょっといろいろと混ざっちゃったな、なんか。ガルビルスじゃないもんね。ガルビルスじゃないが。消えてくれ。もう消えてくれ。あ。よし。さてと、回復もしたんでね、メンバーはとりあえずこれでいくか。うん、これでいく。そして、そうだな、まずはバイキルトを打ってもらって、
でバイキルト多分カブトに打つようにその育ててるんで、エテは、ちょめちょめのちょめにバイキルト打つで2ターン目以降ダメージと相談。よし、マフージーじゃなくてその魔力アップのマボアップのやつを先に投げとくってのも一つだよな。何歩ほど持ってかれるかな。まあ撃ってもらってって命令するけどね。そうだ、命令できるじゃんこれは。闘技場で、闘技場じゃないのだから。いい BGM だね。でここでセイマザン、セ魔王の使いは命令しちゃうと1回しか行動してくれなくなってしまうので、ここはバイキルト打ってバイキルミンで刺す。いけ、よし、だいたい、いいダメージ出てる、いいダメージ出てる実に。で魔法キャンター、魔法キャンターされる。んでセイマザンで魔王の使いは任して、スクルトで道具で買ってきたのがこれ、魔導士のコイン。まずは回復役の、ボーンナイトに刺すあい、なん使う、いいダメージ出るね、ピシャッ400、おたけバレル、耐えて魔王さん、魔王さん、スクルト入れたよね、スクルト入った、オッケーオッケー。でこっからはセイマザンスクルト OK、 バイキルトはまだ大丈夫でしょう。もう一掛けしとくか。いや素早さの順番は問題ないんでもう一回かけます。よし、そろそろ切れる。ああ、なるほどね。よし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 。ジゴスパック来た。ここで、どんぐらい食らう？150、痛いね。痛いね。効くね。セイマザン。任せる。で、ベホマラ。道具、条約層、特約が1個、あるけど、条約 OK、 バイキルトが切れ出す。2人とも切れちゃった。自己スパーク打たないでほしい。オッケーオッケー、大丈夫、それは大丈夫。止まるなよ、ピタッ。ってことで入れ替えていきましょう。ちょっと待って、ダメージ量回復入れた方がいいな。ベホマラ道具、バイキルミンをカブト、これで OK。 ここでいて、はぁ防御が、今のけどいて派でよかった。ジゴスパークとか飛んできてたら終わってたの。あれか、割り込み行動みたいなやつ
感じなのかな今のは。バイキルミン命令、ベホムラ、はい、あ、やばい、セイマーさん打ってない、ミス、あ、うお、大丈夫、ジゴスパーク、よし、だーい、うぅスクルト切れてるもんね。回復できるよな、ちょっとは回復できるけど、しずく、ここでしずくを入れる、そろそろだと思うんだけどね。バグレッケンスクルトが正解だった。ここで世界樹の入れる、バイキルト切れた、生き返らせるよりもこっち優先した方が良いんじゃないか。ソロボチ終わります。でい、はい、はい、もう今もうめちゃめちゃドヤ顔してる、今ドヤってる、今完全にドヤってるで今。賞味負けると思ってた。もうちょいレベル上げた方がいいかなと思ってた。で、途中でハグレメタル2体枯れたのが大きかったかな。うん。あれなかったら負けてましたね。はい、ここで、合体します。で、あの BGM 投げるから、おお、ってやつ来た。おかえり、おかえりなさい、レオさん。はい、まあね、これで終わりですね。どうだったかな、エデノ。まあまあ、まだ実は終わりじゃない。実は、本当のところ言うと。まだもう一戦あります。まあ、それは、序盤にね、一番最初に出てきた、アロマっていうメスが、おったでしょ。ごちゃごちゃ言ってた、アロマっていうメスがね。まあ、あいつと、グランプリ本当のっていうか、人間たちが作った方のグランプリで戦うと。そうだから、エテたちはね、その墜落してその間行われていたグランプリでアロマが優勝したのかな、けどなにかこうぐちゃぐちゃぐちゃってなって
戦います。どこ行けばいいんだ、飛行船か飛行船か飛行船でいいんか。ちょっと待って、一回話す。よデブ、さあ連れて行ってくれ。よし、んじゃ、飛行船戻ります。死んだ。準備できたって。問題ねえ。うん。あ、バトルグランプリの会場に駆け込んだわけか。そういうことだね。間に合ったわけだね。そしてんで、これが本当の最後の戦いです。どういう建築物これ、これどういう建築、これ浮遊石かなんか、浮遊石でできたフィールドかなんかか。アロマちゃん、はい、でアロマちゃんが出してくる魔物はあのギガンテスの赤いやつと、バベルボベルです。なんだっけ、サイクロプスじゃなくてレクサスじゃなくてプロセスじゃなくて、レは入ってたはず。レは入ってたよね。レクサスじゃなくて、なんだっけ、何これ、アトラスです。はい、でここはねもう命令できないんで頑張ってもらうしかない。でアトラスは魔人攻撃なんで、なんとかしてくれ。なんとかしてくれ。ギガスラッシュ。うわあ。もうカブト小僧じゃ、まあカブト小僧じゃなかったら落ちてたぞ今のギガスラッシュで。危ねえ。よく耐えたわ、ほんと。なずん。リホイミ。もう勝ち確ですわ。ピシャッ。はい、まあ、これで終わり。今何分ぐらいだろう、何分だ今、もう50分。
いや1時間超えてるかもしれない、下手したら。いや超えてないな、1時間以内に終わらせたらもうそれはもうパート10で終わってる。超えてたらもうそれはもうパート11かもしれない。みんな聞いてくれ、みんな、ジェイソン、グランフター少年は強い。強い少年。そして再び、でこっからね、クリア後要素の編へとね、クリア後編と突入していくわけですね。まあ相手はここで終わるけどね。裏だね。ではもう表専門の奏者なんでね、表専門のあの RTA 奏者なんで。まだこんなんじゃないな、こんなんじゃ治れないわ。まあいろいろとね、まあ考えつつやったけど、まあいかんせ魔王の使いがゴミだったということを、でカブト小僧はやはり強かったという、でアークデーモンを作った回が一番ちょっとグダッとしたかな。その他はまあスラキャンサーに全滅させられたこと、そういう部分ね突き詰めていかないと、RTA 奏者とは呼べない。結局ギガンテス一強なのかもしれない。ギガンテスだったら2枠モンスターでね、奇跡のメウス持てて、高火力、おたけび効かない、強い。ただやっぱりギガンテスは1対2枠で補助として誰を用意するかとか、まあ、ギガンテス短期で突っ込ませるのか、まあ、最後の戦いでね、まあ、ギガンテス一枚看板でね言ってたとしたら、会心もらってギガスラッシュ食らって落ちちゃうみたいなこともあるんだよね。ギガンテスとカブト小僧揃えたら最強なんじゃないかと思ったよね。だからいかにギガンテスを作れるかみたいな。いやちょ、一回 RTA やってみようかな。タイム計測してギガンテスチャートみたいな感じで。5時間かぐらいで、5、6時間でクリアできるでしょ。まぁ、ちょっと後でね、これ総プレイ時間見ようよ。総プレイ時間。ちょっとタイム見ていい？今の時間見ていい？録画時間。エテの勝ちだわ。1時間切ってなかった。1時間回ってなかった。なんか久しぶりになんかゲームのエンディング見た気がするわ。最近なんかやるゲームないよね、なんか最近。パパ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 パ
パパ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 パンパパパパパパパしないよね。なんかほんとそのロールプレイング系でね。まあ FLO ファンタジーライフオンライン今バチバチハマってるんでやってるんだけど、まあなんであれやってるかっていうと、ちょっと最近またソードアートオンライン見てたらめっちゃオンラインゲームやりたくなって、アプリでなんか MMORPG 調べて、なんか色ちょっと調べてさ、ダウンロードしてやってみたりってしたんだけど、結局面白くなくて結局面白くなくて、ほんとなんかもう量産型韓国製 MMORPG みたいな、そんなんじゃないんでね、求めてるのは。やっぱで結局行き着いたのがファイナルじゃなくてファンタジーライフオンラインね、うん、もっとねもっと面白いね MMORPG あったらね、めちゃくちゃやり込みたいんだけどね。ほんとエターナルゾーンみたいなゲーム出してくれないかな。エターナルゾーンみたいな昔ながらの、あれマジで神ゲーだったからな。やろうかな、月額払ってエターナルゾーン。また月額だぜ今時、昔2000何年くらいからのゲーム380円、最近までずっと払ってたしね、なんかよくわかんないけど昔のなんか解約のあれができてなくて、でさすがにちょっとなんか腑に落ちんからさ、一応大会のやつしようと思っていろいろやってたらさ、アドレスとか昔のあの何アンドロイドやって使ってた時の、それこそガラケー時代のアットマーク、あのガラケーの時のやつ、もう今時メールアドレスなんかさ、そんなねえ、メールなんか使わないのでね。まあなんか登録するときとか使うけど、ガラケーの時のメアドなんか覚えてねえよ。でそのエターナルゾーンのね、会社の問い合わせみたいな、問い合わせしてさ、ちょっとわかんないですね、もしかしてこれじゃないですかとか言ってメール送られてきて、あのいろいろやり取りあってさ、なんかやっぱ個人情報とかだから調べるのは終わっちゃったあれだからこれじゃないですかって、なんかところどころ伏せてさ、俺の昔のアドレスっぽいのを送ってきたんだけど、俺わかんないんだって、だから付箋取ってくれよって思うんだけどね、うん、まあなんとか絞り出してね、あれちゃんと大会できたんだけどね、はい、っていうね話。わかんないから問い合わせしてんのにさ、そのこれじゃないですかっていうやつをさ、米印ちょいちょい間に挟んでさ、これじゃないみたいな感じで送られてきて、これだけど確かこんな感じやったけど、だから変な羅列とかにしてなくてよかったわ。はい、ってなわけで、総プレイ時間7時間52分32秒という、ぼちぼちかかってんね、ぼちぼちかかってんね、うん、まあ今回はけどね、その何スカウト級含めの効率プレイって感じでできたんじゃないかなと思ってますとりあえず1個ね、また1つ作品を作ってしまったら、また1つクソつまらんコンテンツを YouTube に残してしまったわけで、なんか面白いゲームあったらまたね実況したい。ガンダムオンラインもね、やれやれって言われてるんだけど、まだいろいろとイベントとかもあって誘われたりするんだけどね。
いかんせんちょっとねモチベーション上がらないよね、なんか、うん、難しいよな。やっぱ本当にやりたいものをやりたいし、やりたいものをやりたいよ。今回ドラクエやりたかったからやったわけでねっていう話を。だからファンタジーライフオンラインやりまーす。やってる人いたらちょっとあのフレンドあのなろうな、なるなろうなフレンド。今王国騎士やってるんで、王国騎士レベル55やってるんで。はい、というわけで終わります。また何かしら実況します。はい、お疲れ様でした。